家では、主に子供や若者が、両親や養育者に断りなく、その家を出て行き、または出て行ったまま戻らないことを言う。一時的な無断外出、進学、就職、転勤などで実家を出て行く場合はこれに当たらない。成人の場合でも使用される。思春期に、よその家庭や町が、自分の家族のそれと比して、羨ましくなったり、憧れたりし始める頃。 外の世界への誘惑が始まる。J.D. サリンジャーのライ麦畑で捕まえては、そうした多感な時期の問題児、ホールデンの家出を扱い、当時の青少年から大きな共感で迎えられたが、青少年を主人公にした作品で家出を扱った作品は少なくない。また近代期日本において、女性の家では特殊な意味合いを持つ場合もあった。それは、 親の命令に従って育てられ、親が決めた人物を夫としてその人物を子とする、家に入り、夫婦同士の共生、妻の法的無能力など、男女不平等原理に基づいた家制度を呼び、家意識から離脱するために、家でして社会に飛び出した女性が多かったことである。それは、父親や夫に対する不服従とみなされ、社会的な非難の対象となった。だが、対象期に入り、 働く女性の職業領域が拡大していくとともに、女性の家出行為は、結果的に女性の社会進出を促す結果となった。また、政党グループなどの対象でも暮らし行きの、婦人活動家の中には、こうした家出経験者が多数含まれていた。最近は、家族や学校との些細な揉め事で対話を拒否する、あまり家出し、数日ほどですぐに戻ってくる。 プチエデと呼ばれるものも多くなった。その間は友達の家を渡り歩き、ただ遊び回っているといったことが多く、かつての発達段階での理想と現実の葛藤を乗り越える一つの段階といったものとはかなり様相が異なっている。このような子供のプチエデに似た主婦や夫の家でも少なくないという。こうした家出をした人のことを家出人という。 警察庁生活安全局長によって1999年10月25日に出された不良行為少年の歩道についてでは不良行為に該当する家出を正当な理由がなく生活の本拠を離れ帰宅しない行為としているこのような家出少年はヤクザに引っかかり風俗業界に引きずり込まれたりネット自殺などの誘惑が懸念される場合も少なくない 家出人の中でも犯罪などで生命、身体、財産に危害の恐れのある者や事件、事故に巻き込まれた疑いのある者、自称や他者に危害を加える恐れのある者は得意家出人として手配、公開捜査などの措置が取られる。2005年に警察により発見、保護された家出少年は16,630人で、そのうち、 最も多いのが中学生6835人となっている。日本の都市部や地方にたむろし、警察官の取り締まりが難しく近年では離婚率の上昇や社会構造の変化で増加しており、中には犯罪の被害や若年性妊娠を経験する者も,もいる。保護者から家出人捜索願いが出されることが少なく、暴力団組員や、 海外のマフィアの一員による連れ去り事件が発生している。ありがとうございます。